一発ガード、これで何、いいジャンプだ。だがこれで終わりだ。今週の聖騎士、お前は最後まで聖騎士であったよ。黄金律の体験、お、使える。わあ、めっちゃいい体験じゃん。エルデンリングを模した光の体験、黄金律原理主義を掲げた王牌ラダゴンが象徴として鍛え上げた伝説の武器の一つ。そこには最初の妻レナラから贈られた体験の面影があるという。レナラが贈った体験、もしかしてレナラはレナラで月光剣を持っていて、ラニと同じくその月光剣をラダゴンに贈ったんだ。でそれを黄金律の体験として鍛え上げたということか。ラダゴン、いやマリカ、黄金律 KO。 はあ、いい武器じゃないか。しかしそんなものを持ってどうしてここに、どうしてここに、そんな大事な体験を持った今週がどうしてここにいたんだ。ここだよね、門のところでさ、今週が伝説の体験を持っていたよね。なんだ、ある程度の位まで行くと人間から武器を授けられる。いや、奪ったって言った方がいいのかな。ここはだってすげえ大事な剣でしょ、この剣。何者だ、今週の聖騎士なんじゃなくて聖騎士の今週なんじゃないか。つまりもともと聖騎士ある程度位の高かったものだったんだけど、怪力を賜った後に今週として生まれてきてしまったとか。でもどうなんだろう、なんかどっかの貴族の話で今週に食われるとなんか奴らに取り込まれるみたいな話を門音城のどっかでしてたんだよね、貴族が。もしそれが今週に食べられてしまうと自分たちも今週になってしまうみたいな感じであったら、あの聖騎士はもともと本当に純粋な人間の聖騎士で、その後生まれ変わりというか怪力を賜った後に今週として生まれてきてしまったという説も考えられないことはないか。じゃなきゃあんなすごい武器を持ったまんまあんなところにいないよな。さあ、大モグラテオドリックス、その心臓いただきに来たぞ。しかし相変わらずすげえ火力なんだよな、大モグラくん。動きは緩慢だけど火力はピカイチなんだよね、この子。だからお馬さんで戦わねばならんというわけ。1、2、3、4、さあ出血してくれないか。1回出血したね。よし、1回出血ならよし。でこれは周りに火吹くってぐらいだから、お尻をじゃんじゃんやっといてよし。これはちょっと離れた方がいいんじゃないか。そうだね、一旦離れて、うわーっとこれは良くないぞ。尻尾でも出血は入るからね。なるべく炎から離して距離を取る。よし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 、それはまともに食らったら死ぬ。よし、ナイス、顔が来ましたね。1、2の3、4、もう一回1、2の3、4。やばくない？やばそう。爆発したりはしないか。だがもう終わり。1、2、3、もうちょい、終わり。よし、テオドリックス、君の力僕がもらうとするよ。竜の心臓3つ。よし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 、これでこの世界にいるドラゴンは全て倒したんじゃないか。あ、こんなところにカニがかわいい。お、古竜岩の探石。あー、これはもう決まりましたね。古竜岩の探石今2つあるので、これだね。夜騎士のフリール、こっち使っちゃいましょうか。こっちこっちこっちです、カニくん。これ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 、えらいぞ。あ、壊れた。なるほどね、近づくだけで壊してくれるんだ、ラッキー。これは探石8。あ、
あー、周りのちっちゃいカニが寝たんだ。かわいいな。カニは別に睡眠耐性があるわけではないんだね。多分こっちはね、魔術師島だと思うんだよね、形からするに。そう、こんなのもあるし、魔術師が大量に形にされてるし。あ？何これ？戦ってる。なんか戦って倒せってこと？戦って倒せば飽きますよ的な感じじゃない？白金の魔術師と、やっぱ白金人たち関わりあるよな、ここ。なんだろう。あ、君か！あー、落下死しそう。一体は倒した。もう一体いるんじゃないか？この辺に。あー、いたいた。ずいぶん簡単じゃない？もはや謎解きの何にもないんだけど。あれ？あれ、現れた。これ、現れる奴ら全部倒せってことなのかな？あ、わかったかもしれない。この片方に、誘惑の枝を使って、これ。こうしてよ。こうしてよ。こうして、誘惑状態にしまして、あなた方を戦わせる。そうじゃない？ほら、やっぱり倒すことが目的ではないんだな。戦わせることだったんだね、白金の魔術師と。お？魔術師界のタリスマン。あれ、これなんか他のところでも手に入れなかったっけ？違う、魔術師級と魔術師界、魔力を大きく高める。ってことはこれ、信徒の系譜もさ、もう一個上があるでしょう。そうか、ここでも魔術の探求をしていた鬼畜がいたか。お？ヒューグの異変。あ、ローデリカ、そういえば、ヒューグ、ちょっとおかしくなっていたんだよ。記憶が。あなたのことも忘れてしまうなんて。やはりヒューグ様は壊れてしまった。円卓と結びつけられてるからか？今なら離れるよう説得できるかもしれませんが、もうやめておきましょう。これがヒューグ様の選択なのですから。ヒューグ様と共にいます！私に生きる意味をくださいました。ほんの少しでも彼の助けになりたい。あなたはどうかエルデの王におなりください。あなたこそが自分の王なのだと。そうだな、僕のことを王と呼んでくれたよ。ヒューグ様の武器で殺してください。私たちを呪う女王マリカを。王になる僕自身の手でマリカを殺すんだな。さあ、ではフレイル20まで上げてしまおう。そしてこれですよ、5と6がね、変えないんだよね。変えたらかなり上の方まで行くのに。黄金率を壊し新たな率を作る。マリカには作れなかった。この世界全てのものが祝福されるような、そんな率を作っていきたいな。というかこの下さ、道続いてるのに僕一度も行ったことなかったんだよね。そう、ここまで来て、よしよしつって言ったんだ。この下なんかあるんじゃない？ここで5や6が買えるようになると嬉しいんだけどな。なんか家がある。この上から、行けない、あ、行ける。行けるじゃないですか。ちょっと。はっ。なんなんだ、ここ。壺村、あ、これアレキサンダーさんの壺、見つかるんじゃない？ねえ。っていうか、小壺っていうのをずっと探してたんだけどさ、もしかしたらここにいるんじゃない？小壺。壺村か。あ、いる。いる。え？くつろいでる。かわいい。座ってるよ。あ、話しかける。この子、小壺だ。壺以外には絶対に秘密の場所なのに。そうか。もしかして僕たちの壺師さんになってくれるの？なります。つぼしって何？でもつぼしさんになるのは難しいんだ。手を見せてよ。あ、テストしてくれるってよ。どうぞ。トゲトゲしてるけど。あんまりツルツルじゃないな。ツルツルピカピカじゃないとダメなの？つぼしさんの手はツルツルじゃないとダメなんだ。だからお兄ちゃんは僕たちのつぼしさんにはなれないと思う。そうですか。残念だけど。え？
あんまりがっかりしないでね。お話はできるんだから。はい。え、これツルツルの手じゃないダメってこと？ツルツルの手って何？素手ってこと？素手ですよ。素手、ツルツル？石鹸かな？石鹸あるよね。よし、ツルツルしてるよ。ダメか。また来てくれると嬉しいなとか言われたんだけど。あ、お花摘んじゃった。かわいい。かわいいな、ツボ村。なんでこんなにもヒロインなんだ、今回はツボが。あ、かわいい。お花をイジイジしている。向こうからこっちには道をつなげてないのね、あえて。僕はどうやったらツルツルになれるんでしょうか。やっほー。あ、お兄ちゃんまた来てくれたんだね。あ、お話をすればつながるのだ。いい報告？なんかお花がいっぱい咲いてるね。お兄ちゃんがそれを摘んでもいいよねって村のみんなに言ったらいいよって言ってくれた。はあ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 。お兄ちゃんがよければ村の花を摘んでいってよ。いや、ありがたいな。優しいな。村の花摘んでいっていいんだ。ごめんね、さっきなんか何も言わずにガンガン摘んじゃったけど、誰も怒んなかったんだね。お話を一気に進ませていこう。小壺はなんかアレキサンダーと関わってそうな気がするんだけどな。大きな壺、そこかしこにあるよ。また来てくれた。あ、アレキサンダーのおじちゃん知ってるよ。昔はこの村にいたんだけど、英雄になるために旅に出ちゃって。連れてってって言ったんだけど、戦士は孤独なものだからね。ロマンだね、彼は。寂しいけど、すごくかっこいいんだよ。アレキサンダーおじちゃんに会ったら、戦い方を教えてもらったよ。すごく硬くて強かったんだ。そう。だから、でもおじちゃんはもうこの村には戻らない。故郷は遠くで忍ぶものだから。帰る気はないのか。寂しいけどきっとそれが戦士なんだよね。みんなには秘密だけど、僕も実は戦士の壺なんだ。いつかアレキサンダーのおじちゃんのようにこの村を旅立って英雄になるつもり。そうか、小壺くん、英雄になるつもりなのか。アレキサンダーは今僕の手の中にあるよ。お兄ちゃん、密漁者って知ってる？僕たち壺を探して壊して持って行ってしまうんだって。ああ、密漁者か。この村は絶対秘密の場所だから大丈夫だとは思うんだけど、そんなに悪い人がいるならお兄ちゃんも気をつけた方がいい。アレキサンダーのおじちゃんが成敗してくれればいい。僕も結構な数の壺を殺しちゃったけど、壺ってもしかしたらみんなこんな風に喋れるのかな。フロムゲームを遊んでるものは全て他人から奪ってそして強くなっていくっていうところがあるから、やってることはこの壺の死体を詰めて強くなるっていうのと変わらないんだろうね。もう知ってるかな、この村に新しい壺師さんが来てくれた。ディアロズ。なんだかすごく元気がないんだけど、手はツルツルなんだよ。でも僕は少し残念なんだ。あんなに立派な鎧を着てるのに戦士じゃないって言うんだよ。育児なしだからもう戦うことはしないんだって。ツルツルの手で優しく撫でてくれるんだけど、お兄ちゃんみたいな強い人が良かったな。ディアロス？ディアロスがここに来たのか？火山館にいたんだよな、投資家ディアロス。そっから消息がつかめなかったけれど。ディアロス、変なことしてないといいんだけど。ディアロスはどうやってここを見つけたんだ？あ、どうした、ディアロス？だからこのように汚れるのだ。ディアロスさん！キコ、懐かしいな。恥ずかしいところを見られてしまった。そうさ、私は逃げ出したんだ。火山館から、いや、私が選び、覚悟したはずの全てから。だが、こんな無能でも、壺の世話くらいならできるらしい。ああ、復讐に身を焦がし、火山館に落ち延び、そして、初めてやりたいこと、できることを見つけたんだな。ディアロス、真っ当でいてくれよ。もうおかしなことには。なりたくないんだよ、誰も。誰も死んでほしくないんだよ。巨人周りだったら意外とそのでっかい壺とかありそうなんだよな。アレキサンダーが入れそうな壺が。あれ？こんなとこあったっけ？
こんなとこ行ってなかったような気がしますね。あー、この上行ってないですね。ここは行ってないですね、私。お？監視者の長、アーガンティ。わっ、いっそー。いや、しかし、ここは行ってないですね。なるほど、ここ入ってなかったな、まだ。よし、来てるね。では、強化されたと噂の、なんだそれ、大砲。ほらよ、血を授けてやろう。これね、火力も上がったし、これはモーションが速くなったらしいんですよね、アップデートで。ので、いや、さすがですね、こいつ。大盾だから、ずっとその場にいるんだ。おしまい、おっつ、おっつ。ナイス。感謝の王様アーガンティ、単眼の盾。いや、筋力36ですよ。単眼の盾、単眼異形の神をかたどった白石の仕掛け盾。開いた口から砲身が覗いている。それは女王マリカが打ち立ったとされる、かつて巨人盾が祀った悪神である。巨人の神なのか、この一つ目の神が。でも巨人たちは一つ目ではなかったよね。あ、いや、第二形態の火の巨人くんのお腹が単眼だったな。あいつのことか、もしや。巨人だ。やはり巨人だな。巨人はあのデカさなんだよ。よく女王マリカ倒したな。巨人の祈祷書。あー、監視者たちは結局火の監視をするためにここにも連れてかれたのに、時が経つにつれ巨人たちの方を信仰するようになったんだろうな。ただ第一マリカ教会はなんでここにあるんだろうね。本来なら王都周辺とかにあってもおかしくないはずなのにさ。最初にマリカたちは竜たちと戦って、竜は北に追いやられちゃったんだ。ただ竜は巨人たちにやられちゃって、もう寄る辺もなくいろんなところに散っていったわけだ、竜たちは。でその後マリカたちはそのまんま巨人たちとの戦争に発展して、巨人たちを打ち倒して巨人の火を収めたと。でその後はマリカたちの時代になったって感じだよね。お、装飾掘り、こんなところにあるんだ。嘘でしょな。ダンジョンにあると思ってたの、思いっきり。ただこれで全部プラス9まではルーンさえあればできるようになりましたよ。9よし、黄金率は9まで行きました。で、モーゴットの受験も9まで。技量か、モーゴットは完璧技量武器なんだね。よし、じゃあ今回はこれで左側ぐるっと回ってきますか。歌ってない？歌が聞こえるぞ。うわ、すごいな。君らここにもいるのか。まずは雷。615。炎は769。聖水瓶はいくつだ ?326。ってことはやっぱりこれは巨人の火の壺の方が効きそうだね。アイテムが落ちてる。あ、眼鏡の角飾り。で、こちらだね。何か、イエローアニスの廃墟。イエローってことは、そうだよね。目が狂っていらっしゃるね。お、すごいな。素早さは全然ないけど、はあ、はあはあははあ、全体を巻き込むようにするんだ。あー、あれは厳しそうですね。1、あれは馬に乗って対処だな。いや、それだけじゃない。いでよ、白金人2人。ここは君たちにぴったりのステージだろう。うおー、いや、きついが体力は全然ありでしょうねえ。1、転がる、なんだそれ。いっ、だが受血の斬撃。わっ、ほー、素敵じゃない。受血の斬撃、切った後に爆発するのね。1、受血の斬撃。うい、受血の斬撃。あ、だがすごいね、結構ガンガン使って問題ない感じだ、受血の斬撃。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。くそ、はまって入れなかったじゃないか。おり、
この白金人氷使ってくれるしありかもな。これ氷と出血っていう僕の2大大ダメージ作戦で。ほう、こんなところに。あれ、よっと、こらえきれぬ狂い火、これか。その瞳から黄色い狂い火を激しくたぎらせる。狂える三本指に由来する祈祷。その瞳から黄色い狂い火を激しくたぎらせる。それは狂い火で瞳がただれた闇人たちの耐えきれぬ落雷であり、強敵な痛みを伴う。そうか、凄まじい痛みを伴いながら走っているんだな奴らは。しかし狂い火を目に宿して自ら痛みをこらえてまでそんなに狂い火に熱狂する、君たちは何なんだい。本当にこの世界を全て焼き尽くそうと思っているのかい。ただボスクラスがいないんだよね。まあいい、後ろにあるここを見たかったんだよ僕は。ここですね。やはり鉱山だ。イエロアリスの行動、狂い火の行動ってことか。ここは黄金樹の体験で、いやでも綺麗だな黄金樹の体験。うん、死んでる？まさか動くでしょあなたたち。なんかビジビジ言ってるね。さらに下に降りることができるね。なんだここは。こっちから開かないってことは飛び降りろってことですね。いいでしょう。よいしょ。なんだお前、一体。待てよ、凍ってる？あ、凍ってるのかこいつら。サザレ石を落とした。この人らサザレ石を落とす。体が石となっているだけであって、古竜の鱗と呼ばれるって言っているだけで、なんかある程度同じ材質だったりするんだろうか。おっと、これは、そうですね。これは、彼ですね。いいでしょう。黄金律を掲げよう！バーン！よし。おっと。ほーん。1。お尻は確か取れなかったよね。ただ、1。いいぞ。黄金律の前にひれ伏せい。一発。2。3。体験強いな、体験。ただ何か落とすわけではないということは、こいつは毎度ここに出るということですね。岩肌の国王がいる。白王も国王もいるってことは、なんだ？ここにも隕石が降ってきたのか？さて、もうボスですか？あっという間でしたね。いない？え、アステール！暗黒の星々、アステール！なんでアステールがまたここに、ここにも降っていたというのか。おっ、だが今回は1対1、楽しく戦わせてもらいますよアステールさん。1。これはまずいですね。ドンドンドン。久々に戦うからな。くぅ、回復してる暇などなかった。これはまずいぞ。1。うぅ、死んだか。死んでないと思いたい。生きてる。一撃じゃないんだこれ。よし、一撃じゃないなら勝機が見えた。一撃じゃないのね。石はどうだ。ドン。グラングの石ってどれぐらい効くと思いますか。はいはい、290だが意外といいダメージ出るんじゃないかこれは。はい、叩きつけ。233発来なかった。ほう、それは地面黒き剣入るんじゃないかこれ。入るけど火力はそんなに出ず、ってことはやっぱり普通に切った方が早そうですねこれは。くぅ、近づいてるとまずいですねこれ。いやー、その角怖いですね。一回爆発して、多分これはつかみ、やっぱりくー、
掴みは変わらず一撃か。アステールがこんなところに掴む。まずやりすぎた。しゃー、もうちょっと判断が早ければ。三方向から、うへった。それなんで僕今やった。ドン、うわっ、なんだそれ。さあステール打ってこい。打ってこない、打ってこないね。1、2、一発飲む。1、2で、ナイス、ナイスガードだが、もう剥がれちゃったか。1、OK、顔に入れて距離を取る。近づいた爆発が多いからね。奥に入ってるか。スタミナスタミナ、後ろジャンプはよろしくない。押さえつけは厳しいですね。一番避けづらいぞそれ。1、2、3発入れら、ダメでしたねそれ。ギリギリ避けられたが、なんとかなった。1本で顔を入れる。避けて前行く。1、2、1、よくないねこれ。くぅ、当たっちゃった。逃げられちゃう。どこだ、これは。掴み、掴みじゃないが、これは避けて、ナイス回避で、攻撃準備 OK。 はい、これは、うぅ、それ最悪なんだよね。どうやってもジャンプで避けらんないで、これはグラング、グラング、グラング、よーし、当たる、めっちゃ当たるね。ナイス。1、2、2発入ったら下がる。よし来い。ナイス、尻尾、もう一発来るよね。ありがとう、デレコードだよそれ。さあ、ふぅ、避ける。どこだ、多分これはつかみ、いやつかみじゃない、まだつかみじゃないか。楽しいね。そしてそれか。2、3、4、うわ、嘘でしょ、サイコッペが当たっちゃった。自分から当たりに行った感じだったな今の。でそれはドーン来て、行っても2発かなこれ。うーん、よくないね。いや、スタミナ蓄え、ドン来た。よし、そろそろ指名入るんじゃないか。出血入った、こいつ出血入るのか。よくやった、今の出血は200万点です。ではやろう、アステール、君終わるよ。そろそろグラング、距離取る。グラング距離取れば近づいてよし、一回切って距離を取ろう。ええ、それがいい。距離を取ってグラング、近距離での戦いが厳しいのであればしっかりと距離を取る。これはつかみだね。つかみじゃない。1で距離を取ろう。尻尾、前、1、2、くそ、これは近づけないが、グラングで一発入ってくれてないか。1、く、避けなければ死ぬ。いや、だがこれで終わりだ、アステール。リリア、暗黒の星々、アステール、もう負けはしない。アステールメテオ。